はい、どうも、サワジです。サワジのうんちく研究所、サワラボへようこそ。このチャンネルではですね、東大卒のインド在住教養系 YouTuber の私、サワジがですね、私の興味、好奇心に従って、いろいろな雑学を紹介していくチャンネルです。はい。というわけでですね、今日のテーマなんですけれども、皆さんにお伺いをします。ボリウッド俳優のですね、イルファン・カーンさんという方をご存知でしょうか？はい。もうね、インドのことが好きで好きでたまらないという方はですね、もうご存知だと思うんですけれども、そうではない方にとってはね、ん？というね、感じだと思います。ちなみに、このイルファン・カーンさんという方はですね、つい先日ですね、2020年の4月30日に、ムンバイでお亡くなりになった俳優さんです。なんと53歳という、非常に若い、生涯ということでした。はい。彼はですね、ボリウッド作品に関してはもちろんのこと、アカデミー賞をですね、受賞しました、スラムドッグミリオネアという作品にも出てます。なので非常にね、国際的にも知られているというそんな俳優さんですね。で、2018年からですね、病気療養で、ロンドンの方にご滞在をされていたんですけれども、インドにね、帰ってきて、28日ですね、結腸感染症という病気で、ムンバイの病院に入院して、この30日にお亡くなりになったということです。ご冥福をお祈り申し上げます。はい。で、まあ、各言う騒ぎなんですけれども、実はですね、イルファン・カーンさんのこと、名前実は存じ上げてなかったんですよね。なので、今回お亡くなりになってですね、非常にこう、ツイッターでこう、盛り上がっていたので、改めてね、調べてみたんですね。で、はっきり言ってですね、サージ、ボリウッド映画には非常に疎いです。なので、イルファン・カーンさんの名前全然知らなかったんですけれども、調べてみて、彼の顔をね、拝見してですね、なるほどと、あ、この人だったら知ってるなということでですね、顔にはすごく見覚えがある、そういう有名俳優さんだったんですね。多分テレビとかポスターで見かけてたんだと思いますね。なので、ちょっとね、私も興味を持って、せっかくだからということでですね、彼の代表作の一つであります、ザ・ランチボックスというタイトル、日本語だと巡り合わせのお弁当というですね、名前で、2013年に出てる映画なんですけれども、これを見ました。で、インド、フランス、ドイツの合作映画で、カンヌ映画祭でもですね、主演賞とかそういうのじゃないんですけれども、特別賞の一つであります、国際批評家週刊観客賞というのを受賞するなど、国際的にもね、非常に評価をされた映画です。はい。で、これ非常にいい映画でですね、ちょっとこの、映画についてね、解説をしたいなと思って今動画を撮ってるんですけれども、そもそもね、これね、インドのね、ある文化が、テーマになっているんです。皆さんですね、ダッパーワーラーという言葉ご存知でしょうか？ダッパーワーラー。インドだとね、なんとかワーラーっていう、言葉よく聞きますね。リキシャーワーラーとかチャイワーラーとかね。ワーラーっていうのは、何かをする人っていうような意味ですね。で、ダッパーというのはですね、お弁当という意味なんです。なので、直訳すると、お弁当の人っていうことなんですけれども、どういうことかというと、お弁当を運んでくれる人なんですね。はい。で、これが実はね、この映画の背景にあってですね、非常に面白いシステムなんです。なので、まずこの動画でですね、このシステムを理解しておいてもらいたいなと思います。これを見てからですね、この映画、ザ・ランチボックスというのを見ていただくと、非常にね、クリアに、その映画の良さというのがご理解いただけるかなと思います。なので、映画を見た方はもちろんね、復習程度にこの動画を活用していただければと思いますし、見たことない方はですね、ぜひこの動画を見た後に映画を見てみてください。で、早速ね、ダッパーワーラーっていうことについて説明していくんですけれども、これはですね、ムンバイで、お弁当を運ぶ人っていうことなんですね。で、そもそもじゃあ、お弁当を運ぶってどういうことかっていうと、まあ日本だとね、普通は、まあ職場にお弁当を持っていきますねと。で、昼食べますと、いうことがあると思うんですけれども、その時、普通は自分が働く人だったら、自分が、朝、まあお弁当を作ったり、例えば奥さんから、お弁当をね、もらったりとかして、で、それで自分で、通勤とともに持っていきますよね。これが普通だと思うんですけれども、インドの場合はですね、そうではないんです。特にムンバイという場所なんですけど、このムンバイという場所は、非常に渋滞がね、多い街ということで知られているんですね。もう常時渋滞してます。なのでね、通勤に2、3時間かける人っていうのもザラにいるわけです。ね。で、
インド人もね、日本人と同じようにね、結構外食じゃなくてお弁当を食べるっていう人が多いんです。まあ、2、3時間かけてね、通勤をしますということだから、逆算していくとですね、お弁当を作るのってすっごい早朝になるわけです。それは何とかして避けたいですよね。っていうのがまず一つと、あとね、このシステム始まったのって100年以上前って言われてるんですけど、その時にどういう状況だったかというと、インド人はですね、主にイギリス系の、企業ですね、イギリスが当時ね、宗主国っていうことで植民地としてインドを統治してましたから、企業もね、イギリス系の企業で働くインド人っていうのが多かったわけです。ね、なので、そこでレストランで出てくる食事っていうのは、その上司にあたるイギリス人に合わせたイギリス風の食事だったわけですね。だからインド人のワーカーからすればね、合わない食事だったわけで、口に合わないばかりか、ヒンドゥー教だったりイスラム教だったりする人が多いので、当然ね、宗教的にね、例えばヒンドゥー教だったら牛肉が食べれませんねとか、イスラム教の人だったら、豚肉が食べれませんねとかね、そういうことがいろいろあるわけです。なので、口に合わないし宗教的にも NG な可能性がある。だから、イギリスの会社がね、用意してくれたレストランの食事っていうのはみんな食べなかったんですね。なので、お家のご飯を誰かが運んできてくれて、で、それで食べるというね、習慣が出てきたということなんです。で、もう一つ理由として挙げられるのは、ムンバイは非常に暑くて湿り気があるということです。常時ね、モンスーンにさらされてますので、非常に雨が降りやすい、かつ非常に高温です。なので、日本と同じようにね、朝弁当を持ってきて、そこでね、ずーっと置いておくっていうことが難しいわけですね。日本だとクーラーもありますけれども、インドの会社だとね、いまだにクーラーがないケースもあります。ファンでやり過ごしているケースもあります。そうするとね、3時間、4時間とお弁当を置いておくと、まあ、非常に不衛生だと、ね、いうのもあるので、できれば出来上がったお弁当を誰か他の手で運んでもらって、でお昼に食べるということが望ましかったわけですね。なので、ここで、ダッパーワーラーというね、お弁当を運ぶ人っていうのが職業として成立するわけです。で、ここまではね、まあなんとなく理解できると思うんですけど、じゃあ普通のね、お弁当を運ぶサービスと何が違うのかというと、このダッパーワーラーというのは非常にシステマティックなものであるということなんです。つまり量が多いということと、そのね、集計とかあるいは分配っていうのが非常にシステマチックに行われるということなんですね。まず量が多いっていうんですけども、どれぐらいかっていうと、実際毎日ですよ。毎日、1日あたり17万5千個以上のお弁当箱が、ムンバイの自宅とオフィスの間を往復してるんですね。これまずすごいですよね。17万5千個。全然考えられない数字です。で、それをですね、何人でやり取りしてるかっていうと、4千人から5千人でやり取りしてる。っていうふうに言うんですね。まずその人数が多いことにも驚きなんですけれども、それ以上に1対1の対応関係ではないわけですね。ドアトゥードアってずっと同じ人が運び続けるっていうわけではないわけです。だから、集める人と、それから分配する人っていうのが別だったりするわけですね。っていうのがまずすごい。で、かつ、その途中にはですね、ムンバイの電車も利用したりします。ね、なので、何度もですね、ターミナルでこう集めてきて、で、集荷してっていうことをこうやってるわけです。今の宅急便のようなシステムですね。これをやってる。なので、ここまでやると、普通はミスが起きそうなものだと思うじゃないですか。インドなのでね、ますますなんか、違う場所に運んじゃったとかね、違う場所に返しちゃったとか、そういうことが起きそうなんですけど、このシステムのさらにすごいところというのは、ある調査によれば、このミスが起きる確率というのは、なんと600万個に1個の割合だっていうことなんですね。これがすごい。で、しかもですね、非常にそれが単純なやり方で、集荷分配をされているというんですね。このダッパーワーラーのね、ほとんどはね、字が読めない人だというふうに言われています。なので、弁当箱に書かれた単純な色分けとか数字とか、そういうもので彼らは識別をしているというふうに言いますね。なんですけど、まあ元々のね、その例えば顔なじみであるとか、いろいろそういう人的ネットワークっていうものを駆使してですね、弁当箱をこう識別して、集荷して配送するということをやっているので、まあまず間違いないというのがありますね。こう人の顔を覚えたりするっていうことなんです。預かってる量とそのシステムの素晴らしさ、ミスをしないっていうことはですね、世界的にも非常に知られていて、例えばイギリスから BBC のドキュメンタリーで特集を
用されたりとか、あとはイギリスのね、チャールズ皇太子っていう人がいますけれども、その人がわざわざですよ、イギリスからインドに来た時に見学をしに来て、しかもダッパーワーラーっていう人はみんなお弁当の時間って決まってるから、その時までに帝国に運ばなくてはいけないわけですね。だからその見学も普通だったらですよ、普通だったらチャールズ皇太子が来訪したそのタイミングに合わせてダッパーワーラーがお仕事を見せるっていうのが普通のやり方だと思うんですけど、その時はあえてですね、あえてというかそのダッパーワーラーの通常の業務フローをですね、妨害しないようにチャールズ皇太子の側からですねスケジュールを調整してその仕事ぶりを見に行ったということなんですね。でさらに、その経営者ダッパーワーラーのシステムをね取りまとめてる人がいるんですけれども、その人がですねビジネススクールの講師に招かれるみたいな感じでですね、非常にこう注目が高いわけです。これがダッパーワーラーというものなんですね。でこの事情をですねぜひ理解してから映画ザ・ランチボックスっていうのを見ていただきたいなというふうに思うわけですね。ちょっとだけね、まあ、ネタバレにならない程度にあらすじを説明しておきますと、まあ、もちろんこの映画の舞台はですね、このダッパーワーラが活躍しているムンバイなんですね。で、登場人物、主人公が2人います。1人はですね、旦那にお弁当を届ける妻がいます。で、もう1人が家の近所の弁当屋からですね、ダッパーワーラで毎日弁当を宅配してもらっている、オフィスワーカー、かっこ早期退職間近のですね、1人身の男なんですけれども、それがいますと。で、この2人っていうのは全くの別人なんです。だから絶対に交わることがない。住んでる場所も全く違うからね。なんですけれども、この絶対に交わらない2人っていうのが、先ほど言った絶対にミスしないダッパーワーラのあるミスによってですね、弁当が誤配送されてしまうっていう事件が起こるんですね。で、これをきっかけにこの2人がコミュニケーションをしていくという、でそこで親交を深めていくという物語なんです。で、私最初ね、この映画のタイトル聞いたとき、まあ、ボリウッド俳優が出てるからね、ダンス&ミュージックのね、愉快なお話なんだろうなぁと思って、ちょっと偏見丸出しで見てたんです。見てたんですけど、もう最初からね、すごいシリアスな雰囲気。で、開始10分でね、一気に引き込まれます、これは。イルファン・カンさんっていう人は非常に演技が上手いなぁと、私映画1個しか見てないんですけど、思いましたね。とてもシリアスです。で、一人身の男のね、こう、物悲しさっていうのを最初にね、すごい描写してきます。で、さらに、お弁当のその誤配達っていうのをきっかけとした交流でだんだん心を開いていくんですね。で、ちょっとねその、お弁当を作った奥さんみたいな人に淡い恋心も抱いていくわけです。なんですけど、まあその心開くのもね一筋縄じゃないんです、おじさんだからね。だからこうなんかいろんなこうハードルを乗り越えながらですね、こう心を開いていくっていう、そういう様子にね、こうどんどんこう引き込まれていく、こうさながらね、まあ私まだ若い28なんですけど、自分もこうその主人公になりきってですね、映画にこう入っていくようなね、感じで非常にこう一喜一憂ね、映画とともにこうしてしまったなということで、すごくね、感動できるいい映画だったと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、というわけでですね、今日はですね、インド・ムンバイの、特有のシステムであるダッパーワーラーっていうのを説明しながら、最近お亡くなりになったですね、イルファン・カーンさんの代表作である、ザ・ランチボックス、巡り合わせのお弁当のおすすめをしてみました。ぜひね、この動画をきっかけに、映画を見ていただいて、感想等々もね、コメントで、出していただければと思います。引き続き、私のチャンネル、サワラボではですね、私の興味、好奇心に従っていろんなテーマを扱っていきますが、皆さんからも、ぜひ扱ってほしいテーマなどありましたらですね、コメント欄にいただければと思います。チャンネル登録、高評価も引き続きお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。